枝賢治議員が最後一本化に向けて心を砕いていただき心より感謝を申し上げますこの立憲民主党が政権交代可能な党であることをこの代表選の論戦を通じて訴えてまいりたいと思います事項を過半数割に追い込むというのが基本です国民の皆さんのために国民の皆さんとともに歩む国民政党をつくる私はその先頭に立つ確保です皆様とともに 政権を担える立憲民主党を作るそれが私の使命であり全国の皆様を大切にして頑張りますそれでは各候補者から所信の表明をお願いします立憲民主党の代表選挙に立候補いたしました野田佳彦でございますこの代表選挙は 平時の代表選挙とは異なり、この後に自民党の新しい総裁が決まりそしてどなたが新しい内閣総理大臣になってもおそらく早い段階で解散・総選挙が行われることが予想されていますだからこそ政権を取りにいくための心合わせ力合わせをするための 政権交代前夜の私は代表選挙であると位置づけている次第であります共に政権を取りに行こうという思いを候補者の皆さんとあるいはそれを応援をされている皆さんと共有することができればありがたいなと思います同じ党でありますので方向性ではほとんどの部分が一致するかもしれませんが多様な意見を持つ政党でもありますのでお互いの 考え方の背景をお互いに理解し合うチームづくりの基盤にしていかなければいけないと私は思います。その上で私の基本的な考え方をまずお話をしたいと思いますが、まずは何よりも真なくば立たずという今の政治の状況に強い危機感を抱いています。この状況を打開しない限り内外ともに 多くの困難を抱えている日本でありますけれども、課題解決のための政策を推進することは困難だと思います。まずは、裏金のような問題がまかり通っている、こういう政治に決別をするために、きちっと政治改革を進めていかなければなりません。政治資金規正法は、残念ながらザルだと思っています。 しかも大玉が入っていない、天下のザルだと思っています。天ルと呼んでいます。これじゃいかんでしょう。その抜本的な改正を行うのは、これは当事者であった自民党には私はできないと思っています。他の野党とも連携をしながら、しっかりと海を出し切る、その役割を、その先頭に立つ決意であります。加えてその先の先 政治改革も考えていかななければなりません私は、非選挙権を引き下げる、あるいはクオーター制の導入の検討、さらには、いろいろご意見があるかもしれませんけれども、国会議員の世襲を制限をするために、政治資金規正法を改正をして、政治資金はこれ、非課税でありますので、安易に相続できないような、そういう措置を取ることも大事だと思っています。 加えて、分厚い中間層の復活、かつて野田内閣の時にスローガンとして掲げさせていただきましたけれども、残念ながら、その後の自民党の政権の中で、特にアベノミクスで、トリクルダウンは起こらず、残念ながらむしろ格差は拡大をしたと認識をしています。分厚い中間層の厚みがどんどん薄くなって、下にこぼれる人たちが増えているという状況。 しっかりセーフティーネットを張って、もう一回分厚い中間層を取り戻すためのあらゆる政策の総動員を実現をしていきたいというふうに思います。さらには、多様性を認める共生社会を作り出していかなければなりません。その象徴的なテーマが、選択的夫婦別姓だと思います。今や反対をしているのは自民党の一部のみです。 一部のみです。経済界も早期導入を訴えています。一気加勢にみんなで力を合わせて、選択的夫婦別姓を実現をしていきたいと思います。さらには、地域コミュニティが壊れています。このコミュニティの再生にも全力を尽くしていきたいと思います。外交的には、日米同盟を基軸とした外交安全保障政策を推進をする。 現実的な体制を作っていきたいと思います。さらには、政と官の関係、旧民主党時代は、残念ながら政治主導が空回りをする傾向がありました。今は逆に、官邸を忖度をするような状況が生まれています。内閣人事局の在り方も含めて、新しい政と官の関係を作り出した,ために、 全力を尽くしていきたいというふうに思います。もちろん、今回は解散総選挙が近いということを先ほど申し上げさせていただきましたけれども、野党の議席を最大化して、自公を過半数割に追い込むというのが基本です。他の野党とも緊密に対話のできる、そういう連携を図っていく、このことも心して尽くしていかなければいけないと考えています。 懸命に17時間他の候補者の皆さんといい論戦をして我々の論戦が自民党の総裁選挙のアジェンダになるようなそういう展開を作り出しそういう戦いをしていくことをまずは決意の表明としてお示しをさせていただきたいと思いますありがとうございました枝野幸男でございますまずこの3年間先頭に立って奮闘してきた泉代表に 大きな敬意と感謝を申し上げます野田元総理そして吉田晴美議員を含めて自民党を凌駕する議論を戦わせ立憲民主党を新しい国民政党へとさらに発展させる代表選挙にしてまいる決意です日本は今大きな分岐点に立っていますアベノミクスが限界を迎え経済の危機に直面しています 自民党の裏金事件でかつてないほど高まった政治不信による政治の危機です。今こそ立憲民主党が明確な政治改革の道筋、そして日本経済や日本社会のビジョンを示し、国民の期待に応えていかなければなりません。今回の立候補については、私自身ためらいもありました。しかし、この危機に直面し、高みの見物を決め込むようでは、 日本の未,え未来を変えることなどできないそう自分に激を飛ばし決意をいたしました誰が選ばれても立憲民主党が大きく飛躍する代表選挙にしたいと考えています立憲民主党は2020年野党の李吾州さんという歴史を終わらせ国民に信頼される政権の選択肢となるため決闘されました 2012年のゲアからの歩みは、私にとっても悪戦苦闘の連続でした。いわゆる希望の闘争道では、今立憲民主党に集っている仲間たちも、それぞれの立場で大変な苦境に立たされました。痛感したのは、政治を変えることができるのは、国民の皆さんとつながる政治家だけだ、ということです。今度こそ、国民と共に進み、 国民のための政治を実現する。その思いは、党全体で共有されていると確信します。経験不足ゆえに、期待に応えきれなかった民主党政権、その後の離合集散、その反省と教訓を踏まえれば、今度こそ本格的に政権を維持、運営し、新しい時代を切り開く。それが私たちの責任です。 そのために立憲民主党は政権運営の指針となる目指すべき明確なビジョンを示さなければなりません。そして国民の皆さんとつながり共に歩む国民政党として自分たち自身の自力を培うことが求められます。目指すべきビジョンとして私はヒューマンエコノミクス人間中心の経済を掲げました。 多様な個人一人一人が最大限に力を発揮できる環境をいかに作れるか。日本の可能性はその一点にかかっています。教育も研究開発なども、そして高齢化や少子化など社会課題への対応も徹底的に人に中心を置き、人に投資をする。それがアベノミクスを総括できない自民党とは明確に違う 人間中心の経済です。その道筋を掲げながら、足元では物価高に苦しむ家計への支援、中小企業への柔軟で機動的な支援などの緊急対策を効果的に打ち出してまいります。国民政党として自力を培うために、立憲民主党がなすべきは、右とか左とかいう古い議論でも、 永田町の合唱連行でもありません。政治に不信感を持っている皆さん、自民党を含めこれまで他党を支持してきた方々を含めて、多くの皆さんに共感いただける理念を、地域から、草の根から、地道に訴えながら国民と共に歩むことです。立憲民主党にその覚悟があってこそ、一強多弱と呼ばれる構造を打破し、国民政党として政権交代を実現することができるそう確信しています。 政治家が国民に負担増を押し付けながら、巨額の裏金を作り、まともに説明もせず逃げ回る。国民が怒り呆きれるのは当たり前です。表紙を変えて刷新感を出しても、裏金議員への厳しいけじめや全貌解明すらなしに、真の刷新は不可能です。立憲民主党こそが本気の政治改革を主導します。国民の政治不信に真正面から向き合い、国民政党へと進化するためにも、3つの課題に挑戦します。 一つは、現在党として掲げている政治腐敗を一掃する改革を最優先で進めます。第二に、国民の半分を占めるにもかかわらず、これまで古い政治に阻まれていた女性たちの声を正しく反映し、その力を最大限に引き出すため、ジェンダー平等推進の取り組みを継続強化します。そして国民政党にふさわしい全国津々浦々の声を受け止めるため、地方政治の改革と地方組織の基盤強化を進めます。 政治不信を克服し、新たな政権の選択肢を作る。それが新代表の唯一にして最大の使命です。仲間とともに、国民の皆さんのために、国民の皆さんとともに歩むこ、えー、国民政党を作る。私はその先頭に立つ覚悟です。国民の皆さん、新しい時代を作るために、共に立ち上がりますよ。よろしくお願いいたします。全国の皆さん、おはようございます。 立憲民主党代表候補泉健太です改めて日頃、全国各地でわれわれ立憲民主党に期待をしてくださっている多くの皆さん、また今の自民党の政治ではだめだと怒りを持っている皆様、本当にありがとうございます、そして一緒に新しい政権をつくりましょう。自民党はやってはいけないことをやりました。改めて皆さんの 地域社会にも法律があり、国民誰もが守らねばならない共通のルールがあります。今行われているパラリンピックにしてもそうです。世界中の選手たちがルールを守って競い合っています。しかしそういう中で、私たち立憲民主党に集う仲間たちは、全国でルールを違反している相手と選挙を戦っていた。こんな悔しいことはないし、情けないことはありません。 皆さん、自民党は、やはり政権から退場していただかなくてはならない。そうでなければ自民党自身も、反省すらないまま、今、何事もなかったかのように改革を訴えてるんです。そして、見そぎと称して次の選挙の後、また、当たり前のように政権を担うでしょう。そんなことをして、私たちは子供たちに何を語ることができるんでしょうか。ぜひ皆さん、 立憲民主党に責任を果たさせてください。私たちは批判ばかりでもない、反対ばかりでもない、建設的に政策を作ってきました。そして特に私の3年間において、私は政権を担える立憲民主党にしたい。その一心で歩んでまいりました。エネルギー政策、安全保障、立憲民主党には掲げる高い目標があるんです。 ただ、その高い目標をいきなり国民の皆様にぶつけるだけでは、これは進学論争になってしまう。新しいエネルギーを開発するにも時間がかかる。一歩一歩着実に進めていく。そして世の中を変えていく。私はこのことをずーっと言いながら、この党を運営してきました。非常に可能性を持っている政党ではありますが、構造は複雑で、 また制御も大変な政党でもありますでもそういう中で、私は自分自身がただ一人リーダーシップを発揮するという党ではなくて、党内みんながリーダーシップを発揮する、国民の皆様に訴える、そういう政党を作りたいと思って、この間やってきました。そして政権を担う政策を持つ政党にしたい、現実路線の歩みをしたい、外交、安全保障、経済、 エネルギーどれも主義主張以上に国民の皆様を不安や混乱に陥れてはならないんです。私は政権を担ったときに安定した政権を運営します。単に脱官僚ではなく官僚の皆様と共に共同して、かつ官僚、官僚の皆様を生かしてこの国を担っていきたいと考えています。そして皆さん、立憲民主党はアンチビジネスではなくて、 産業を伸ばします今回の私のキャッチフレーズは、日本を伸ばす。成長か分配か、その常に分配の側に立ってきた立憲民主党ですが、それだけではやっぱりダメなんです。ちゃんとこの国の未来をつくっていく。特に私たちは、農業、これ自民党が食料自給率、もう20年間も達成してきていないんです。そういった地域の農業がどんどんスタっていっている。 担い手がいなくなっている。そういう農業を変えていくために、立憲民主党が立ち上がります。そして観光、あるいは外国人労働、外国から日本を愛してやってくる方々が、なぜか日本を嫌いになって外に帰ってしまうようなことではならない。多文化共生、人権の保護、これもやっていかなくてはなりません。そして私たちは、 この国の産業を伸ばし、新しい経済を作るという意味で、特に地域経済を支えていきたい。再生可能エネルギーや省エネや防災対策は、立派な地域を支える産業になるでしょう。そして、介護や保育の待遇改善は、皆様の懐を豊かにするでしょう。さらに、私がずっと言ってきた教育の無償化。これは、立憲民主党の政策ということだけではなく、我々が作る 新たな政権の共通政策ともなるでしょうぜひ皆さん立憲民主党は前向きに日本を伸ばします産業を伸ばしますだからこそぜひ我々に託していただきたいんです私泉健太に託していただきたいんです今回も4人の候補の中では最年少の候補者となりましたしかし皆さん我が立憲民主党には多くのベテランから若手まで素晴らしい能力を持った 方々がおります皆さん、枝野さんや野田さんが、そして吉田さんがトップになる政権もあるかもしれない、しかし、枝野さんや野田さん、岡田さんや安住さんや長妻さん、現場さん、みんなに支えられる泉健太政権をぜひ、皆さんに希望を持って見ていただきたい、私はそう考えています。時時代代はは変わる時代は動く 皆様と共に政権を担える立憲民主党を作るそれが私の使命であり全国の皆様を大切にして頑張りますよろしくお願いしますこの度立憲民主党代表選挙に立候補いたします吉田晴美です今日この場に立たせていただくこと本当に30分前まで決まっていませんでしたまずもってこの代表選に ばさせていただく機会をいただきましたこと、これは江田次議員が最後、一本化に向けて心を砕いていただき、そして私の推薦人であった皆様、また推薦人ではなくても、吉田頑張れとお力をくださった皆様に心より感謝を申し上げます。 今回の挑戦は私一人ではなかったと思います。はじめ手を挙げたとき絶対に無理だ。永田町の常識では一期生の挑戦などあり得ない。この間様々なことがありました。メディアの方々も私と一緒に挑戦していただいたと思います。夜遅くまで、そして朝早くから心を寄せ、 支えていただき、ありがとうございます。私が作りたい政治の形は、これまでの政治の慣習にとらわれない、まさに、等身大の政治です。今回、並みいる先輩方がいらっしゃる中で、一期生の吉田が何ができるんだということがあるかもしれませんが、私のモットーは、等身大で、 自分らしく、これまでの代表選挙にあるような、この常識も変えていきたいと思っています。さて今回、この代表選挙で訴えたいこと、それは私のキャッチコピーの中に表されています。教育×経済、それが国民生活の底上げになるという好循環、これを訴えてまいりたいと思います。教育 これは人の力を引き出す本当に大事なところだと思うんです。今、子供たちが生きる現場では、自殺者、そして引きこもり、不登校、こういった生きづらさを抱える子供たちがたくさんいます。日本の子供たちの幸福度、低いです。私は、まず次世代の子供たちを しっかり支える教育。教育は心配するな。教育の無償化。これを実現したい。そう思っています。今、少子化の波は政府の予想よりも10年前倒しで進んでいるんです。これを、今ちょうど8月は概算要求が出ましたけれども、来年の予算。来年実行される。もっとスピード感を持って、 やっていくべきではないでしょうか。少子化の原因の大きなところ、教育費が言われています。これをしっかり無償化を実現していくこと、これを目指したいというふうに思います。そして、経済。私は教育と経済は分けて考えられないと思っています。イノベーションを生み出す力、そして新しい商品を開発する力、世界の中でトップ企業になっていく日本企業、1980年代と比べて、 増えているでしょうか減っています。その企業の力はどこにあるのか人です。その人の力はどこにあるのか教育です。時間がかかります。これまでの政治で私は足りなかったことの一つに継続性だと思っているんです。教育は一年や二年で結果が出ません。でも根気強く三年、五年、十年という日本の教育を立て直すことによって 人の力を最大限に引き出していく。科学、そして芸術、医学、理学、金融工学、新しい分野の学びも推奨していきたいと思います。その子供たちが何,何を目指してもいい、どんな勉強もしていい、あなたが望むならそこには必ずチャンスがある、そういう国にしていきたいというふうに思います。経済の面で、 まず、真っ先にやらなければいけないのが、国民生活の底上げ、収入のアップです。具体的には、最低賃金、これを全国一律で1,500円、これを目指します。今のままで行くと、これは10年かかってしまう。また10年、えー、失われてはなりません。最低賃金を1,500円に上げ、それとセットで中小企業の社会保険料の免除、これも3年間行います。 また、制度疲労を起こしている130万円の年収の壁、これは1991年にでき、その時の最低賃金580円です。こういった制度疲労を起こしているもの、どんどん変えてまいりましょう。こうしたスピード感を持って、経済を良くしていきたい。それが国民生活の底上げになると思います。また、最後に組織に関して、一つ提言をしたいと思います。立憲民主党は 広報が苦手だと言われていますしかし今度は私が代表になったら SNS そしてこうした演説も含めてですが新しい形の国民の皆様とのコミュニケーション手段それを考えてまいりたいと思います一人一人が輝く立憲民主党全国にいる自治体議員の皆様そして党員の皆様そして何より国民の皆様皆様と一緒にこの立憲民主党が 政権交代可能な党であることを、この代表選の論戦を通じて訴えてまいりたいと思います。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。